こん中にパーが最初はグーって言われてグー出したら相手にパー出されてんのに迷惑だって思ってるやついる？パーみてえに最初はグーって言われてパーはグー出したけど、パーとは違ってグー以外出せるやついる？パーがチョキ出したら勝てたって、最初はグーでパー出してきた相手じゃなくて、グーじゃなくチョキ出せなかったパーがパーじゃねえかって思ってるやついる？ここまで理解できないやつ、最初はグーにひよってるやついる？いねえよな！最初はパーが集まったのはパーが最初はグーでチョキ出せずにパーに負けた件だ。こん中にもしパーが謝って来られてきてたとしたら絶対に認められてたと思ってるやついる？パーは最初はグーでチョキ出せずにグー出してパーに返り討ちにあってんのに迷惑だってかけて来られてんのかって思いかけてるやついる？いる？いる？いねえよ。